こんにちは、アスマです。皆さんは自分が困った時に、よかったなんて人に言われたらどんな気持ちになりますか？私なら怒っちゃうかもしれません。次のお話は、そんな口癖の男の人のお話をします。アサティール、未来の昔話、もしかしたらよかった。お楽しみに。マッサラーマー。